はい、皆さんこんにちは、シマリスです。今日はね、ちょっとどうなるかわからないんですが、ちょっとレベル上げじゃないけどね、マナがさ足りなかったのよ。前回このリーンフォースを取るのにね、あと53足りなかったんだけど、もうちょっとために行くのと、あと人形がねを、まあ、もう一体作りたいんだけど、人形ね、この素体はあるけど、小瓶がない、魂がないということでね、ちょ魂を探しに行こうと思います。出撃と、はい、さあ今回もね頑張っていこう。あ、イベントじゃん。はい、あ、壁壊しね。はい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 。あ、リインフォースを消費するので残留には要注意と。あ、やっぱそ、まあそりゃそうだよね。まあ壊せる壁と、壊せない壁があるということでね。トレジャーハント、あ、持ってるよね。ここ壊せるってこと？あれだ。ああ、こっちか、丸ドーン、壊せた。あ、これ近道できるんじゃん、イエーイ。近道ではない。あ、なんかアイテムが結構落ちてるんだね。赤花、あ、小石、そう、でも小石さ売っちゃったからね、近道はできなかった。いや、できる。よっしゃ、いるけど、まあちょ今回無視しよう。やったー、あ、ついてきてる、ついてきてる。うわー、いた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 。あ、これ中入れなかったところじゃん。え、これ戦えるのかな、行ってみようか。行きますよ。あ、知らないのだな、これは。デモニート。え、デモニート。どれだけ、君はどれだけ、どれだけのニートなのかな。回復しよう。これは2ターン、ため1か。グループ。こっちだね。オッケー。オッケー、はい、ガード、あー、やい、470強っ。はい、オッケー、余裕でしたね。まあ、2階でよかったな、落ちたのが危なかった。で、この鍵を開けるにはカンパニュラの鍵がいると。よっ、うん、あれ、こっちも開くの。ひたすら開くね、ここも開く。やったー、ここはアイテム部屋だ。めちゃくちゃギブアップをしてくるな、なんか知らんが。なるほどね。え、めちゃくちゃ壊してるけどさ。壊せるの、回数制限あるからね。この先も行ける。ほいほいほい、ん、ここハテナだな。気を引き締めてください。はいはいはい、攻撃でしょ、どんなんで倒す、お回復しよう。逃がった、心配いりませんよ。グッ、強気ですよ。もらったぞ、大勝利です。オッケー、はいはい、これ毎回、まあでも壊すのは毎回じゃなくて、あ、これしかいないのか、もうもはや。もはやこれだけしかいないの。もうない。もう DP ないですね。強気ですよ。もらったぞ、余裕でしたね。うん、体がよく動く。よし、よいしょ。あ、また鍵がいるやつか。
まあ壁壊しで近道ができるよと。ここも壊せる。あ、だいぶねえ、マップどこだっけ。ここはだいぶこれさ近道できるんじゃないか。ここまっすぐ行って あ、ここは穴だね。こっちはちょっと一旦帰ろう。よしで、マナが溜まったんで、リンフォースをもらいましょうと。次、あとオフェンスが欲しいね。もう一回行こう。よし、はい。あ、これ毎回壊さないといけないんだ。なるほどね。何度でも復活する。なるほど、こっちは穴じゃない。そこの小石がいるんです。小石がここも壊せる。なんかあっちあるな。よっ、あ、これ部屋か。これジャンプできない。なんかめちゃくちゃ広くないかここ。まあ、でも行けないんだよな。この向こういるんだよ敵が。行きますよ。はい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 。カブンに対して指示を出す場面で使用し、はい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 。はいはいはい。リンフォースは R1、 ディフェンスフォースが付与できるのかな。それでもいいんじゃないか。一旦どうです。 OK、 あ、いいね。もらったぞ。マックスにどうだ。ちょっとあ、そうそう、それでね、数を減らしてほしい。次行くぞ。やったー、ここは開く。ああ、ここ意味ないよ、壊して。よっ、ここ壊せないんだ。え？ここも壊せない。ここが端ってことかな。ということはね。よし。動く。はい、錯乱中を覚えたと。6個か、もうちょっとだな。もうちょっと。これが1200。はい、 OK。 出撃。あれないな、小瓶全然ないな。素体ばっかりだ。よいしょ。
ここ1個しかないのか。ちょっと入る前にね、確認しないとさ。ヒューって落ちた。やったー、10個集まった。よし、これでまた魔女弾丸じゃないや、あのね、ストーリーを進められるんだけど、うわ、ただの部屋だ。おお、見てなかった。見てなかったが、あー、これリンフォースしない方がいいな。開けられないじゃん。足元見えにくくない、このこれ。大精霊の回路ってどこにあるの。あー、全然違うとこ出てるんだ。マジか。声かたむ、あ、聞いてるよ今の声。ルミナ、マニが大好き。深海門は秘密の門、深海門は秘密の門。聞いてるよ。あ、これダメだね。あ、横穴に入れる。精霊を呼ぶ。わあ、大きい。あ、これさ、なんかあれだよね、調査隊こんなとこまで来たの、すごくないか。調査隊が言ってたよね、巨大なね、女がいる沼みたいなね。ダリオ、ん？どっちダリオ、鳥？わ、マニがいるよ、ダリオ。マニって何？あ、人間ってことか。人間のことをマニって言ってるんだ。いや、全然違うよ。いじめに来たんじゃないよ。え？ヨスケ、ヨスケ、ヨスケかな。トゲを抜きに行く。なんだなんだなんだ。地下3階だったのか、ここは。ヨスケ、ヨスケがどっか行っちゃったのか。あ、帰ってきた。あ、これ全然関係ないじゃん。全然関係ないじゃん。ヨスケがどっか行っちゃったんだね。ここは全部ダメだね。ここはジャンプが。よし、やった。3000万の持って帰ったぞ。あらら、これで戦力が強化されますね。うん、体がよく動く。レックス SS でこれってすごいな。上がりにくいんだな。DMP が魔法攻撃力。魔法攻撃力。どうしようかな。いや、言ってる間にね、魔女報告来ちゃったから、来ちゃったって言ったらあれだけどね。
まあしょうがないか。小石がね10個溜まりましたので、じゃあ魔女報告をねしましょう。じゃあ行きまーす。ドロニア様、言われていたもの買ってきました。全部買ってきましたよ。貸してみろ。銅板に鉛、鉄くず、木炭。うん、よし、揃っているな。こんなものを何に使うんですか？まあちょっとしたものさ。ただ仕上げるためには大量のマナと錬金釜が必要だ。イカケアでもあれば設計図を渡して作らせることもできるんだが。ルカ、町でイカケアを見なかったか？イカケア屋さんですか？ならば早急に探してこい。あ、待ってください、お客さんです。はい、どなたですか？失礼、ドロニア様はいらっしゃいますか？あ、クラウスさん、クラウスさんです。ドロニア様ならいますよ。クラウスさんでしたか。本日はどのようなご用向きで？主人より進捗状況を伺ってくるように言いつかりました。いかがでしょう、探索に何か進展はございましたか？ご安心ください、急かされなくても迷宮探索は順調に進んでおりますよ。とりあえず本日のところはこちらをお納めください。今日までの出土品、いえ探索の成果と申しましょうか。さあ早く領主代行殿にお届けを。確かにお預かりいたしました。ではドロニア様もお忙しいご様子ですので本日はこれで。ああそうそう、一つお尋ねしたいのですが。はい、何か？領主代行殿の商店では錬金釜を取り扱っていたりはしませんか？魔女が錬金を行う際に使う大釜なのですが。錬金釜ですか？いえ、私が知っている限りでは取り扱ったことはありませんね。何しろここいらに魔女はおりませんでしたから。そうでしたか。それではこの手紙を領主代行殿にお届けいただけますか？かしこまりました、主人に届けましょう。それでは失礼します。まあこれから行うことの事前報告さ。後で文句を言われてもかなわんからな。何をするんですか？ルカは気になります、気になりますよ。カラザの井戸を吹っ飛ばす。いやー、 そんなことしたら正気が街にあふれ出しちゃいます。ダメです、絶対にダメです、ドロニア様。ふん、知ったことか。だいたい今だって井戸を通して地上とつながっているんだ。今さらその穴が少々大きくなったところで何かが変わるものか。そうかもしれませんが、そんなことをしてもし何かあったら町の人が心配です、心配します。お前、あのマスクをつけた滑稽な兵士を見たか？あの中には構想が詰めてあるんだぞ。そんなもので正気が防げると思っているんだ。要はこの町の人間は正気が何なのかまるで何も分かっていない、無知だってことだ。でもそんなことよりイカケアはどうした？うん、こんなところで油を売っていないでとっとと探しに行ってこい。さもないとロバに変えて一生馬車を引かせるぞ。それにレキテイ、お前はさっさと探索を進めろ。いいな。
はい、あ、というわけでね、今回ちょっと短めだったね。井戸を吹き飛ばすというところで、ちょっとね、期待したんだけどな、魂の小瓶もらえると思って期待したんだけど、今回はね、こういう感じになりました。どうしようかな、じゃ調べようかな。ちょっと小瓶のありかを調べておこうかなと、思います。それではあ、今回はね、これぐらいにしようかなと、探索しかほとんどしてないんだけど、こんなもんで、今回はよろしくお願いします。この動画いいねと思ったら、思った方はね、ぜひ、グッドボタン、高評価だったりとか、チャンネル登録がね、一番嬉しいんですけど、チャンネル登録、よかったらぜひよろしくお願いします。Twitter もね、やってるんで、フォローもよかったら、ぜひ、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。